姫路、おお、有馬の方から妖舞いた西からな。両子だった。やはり姫路城が好きなのか。名古屋城と比べてどうじゃ。<笑>あ、今入ってきたところでござるか。しかしながら、まあ天守の方をな、この後入ってまいるかもしれんけれども、まあ多くの者に知ってまいりたいのが、姫路城、今世界遺産になるものにな、指定されてると聞いておるけれども、 国宝というものは名古屋城が日の本で最初である。昭和5年1930年に名古屋城が初めて日本で国宝に指定された。姫路城は翌年でござる。笑っておるの。しかしながら皆も知ってるかもしれんが、昭和の戦争において名古屋城は真っ先に狙われてしまい燃えてしまい申した。故に今残っておるな姫路城、世界遺産に指定されておるが、名古屋城残っておれば 世界遺産早かったのは名古屋城であるぞ。実は日の本の民が残していこうという話だけにあらず、異国の人間も名古屋城は昭和の時代から世界に誇る宝だと申されておった。そういったのが南は小旅参った名古屋城でござるな。後ほどゆるりと姫路城と比べながら楽しんでまいりたい。ちなみに名古屋城は連結式 というもので、姫路は連立式天守というものでござる。比べながら楽しみと楽しんでもらえると思う。さあ、他にも初めて来たよ、初めて見たよというもの。お、違う国でござったか。九州のどこじゃ。すまん、異国の者の声が多い。すまん、九州のどこじゃ。筑前から、ああ、筑前、よくぞ参った、筑前。 以前はこの間参ったばかりなんじゃ我ら。その夏が配っておるカラバン見てもらうと分かるかもしれんが、我ら遠征と称して日の本に様々な国々が存在いたしておるけれども、北は北海道、蝦夷から南は今のところ肥後の国熊本までないろいろな戦場を持っており、そこに赴いて名古屋の州知を行っている。果てはメキシコにな、最近はメキコなる国にも参って我々名古屋の州知活動を行ってまいった。 筑前の国は九州の中で一番行く国であるよな。多い時は1年で3回参る。大好きだで、ね、水筒分けよ、水筒分けよな。筑前の国はな。まあしかしながら今回はな、ルシラがやってきたということでな、ぜひとも我々がおもてなしと称して南谷と写真撮影を行ってまいりたいでな。
我らと交流深めたき者は我らに声掛けをいたして写真を撮ってまいろう。では皆々、これよりわし前田慶次は名古屋城内を巡回いたしてまいるわけじゃけども、せっかく名古屋城に参った記念に皆に名古屋城のことについても案内をしてまいろうと思うゆえ、ぜひとも参加する者は参加されたし、では皆々は拳を掲げよう。時の声を上げてまいる。皆手を挙げんとわしは出発いたさん。さよう。わしがいざ出陣と申したら、おおと大きな声で返してちょうよ。さよう、名古屋弁じゃ。さあ、そっちも拳を掲げよう。おう。では参るぞ。いざ出陣。おー、ありがとうございました。大変でございました。名古屋城内を進めてまいりな、参加する者はわしについてこい。さあ、では行くか。はい。